丸川珠代は、日本の政治家、元テレビ朝日アナウンサー。自由民主党所属の参議院議員。夫は、自由民主党衆議院議員の大塚拓。菅義偉内閣で、内閣府特命担当大臣兼国務大臣、第3次安倍第2次改造内閣で、国務大臣、第3次安倍第1次改造内閣で、環境大臣及び、 内閣府特命担当大臣を務めたほか、厚生労働大臣政務官、参議院厚生労働委員長、自由民主党候補本部長、参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長等を歴任した。2021年2月18日、橋本聖子の公認として内閣府特命担当大臣兼国務大臣に就任した。兵庫県神戸市生まれ。 神戸大学教育学部附属住吉小学校、神戸大学教育学部附属住吉中学校、大阪教育大学教育学部附属高等学校、池田校舎卒業。1993年3月、東京大学経済学部経営学科卒業。同年4月、テレビ朝日に入社し、同局アナウンサー。2003年6月から2004年5月まで、 ニューヨーク市局に駐在していた。2007年、勉強会で知り合った安倍晋三首相の意向により、第21回参議院議員通常選挙の自民党候補者の名に上がる。朝日新聞は5月16日の長官で、自民党が参院選東京都選挙区に向け、現職の穂坂三蔵に続く二人目の公認候補として丸川を擁立すると報じた。 同日午前10時半頃、丸川は首相官邸に呼ばれ、安倍首相から改めて出馬要請を受けた。同日付でテレビ朝日を遺願退職。5月22日、自民党本部で会見。この国に生まれてよかった。日本人の美徳を守り続けていかねばいけないと述べ、正式に出馬表明した。同年7月12日、参院選が公示される。 選挙戦では、平沢勝栄衆議院議員が、選挙対策本部長に就任し、幸福の科学から支援を受けた。東京都選出の党所属の国会議員、都議、区議のほとんどは、保坂三蔵の陣営に就いた。7月16日、新宿区役所に期日前投票に行ったところ、転入後3ヶ月未満で選挙権がなく、投票できなかった。また、 安倍首相と玉川にゴミ拾いに行くと、肝心のゴミがなかったことなどが報じられた。しかし選挙ポスターの標語である、日本人でよかったを、街頭演説で涙ながらに語り、男性や若年層の人気を獲得。投開票日の7月29日、得票数4位で、初当選した。新人の丸川が当選した一方、参戦を目指した。 投稿人の保坂三蔵が辞典で落選したため、当選後の恒例である万歳三章を省略した。当選後の2007年7月、自由民主党女性局長に就任。2008年6月16日、明治神宮で同じ自民党に所属する大塚拓衆議院議員と挙式した。6月20日、夫婦揃って、聖和政策研究会に入会した。 2012年12月の第46回衆議院議員総選挙後に発足した第2次安倍内閣で厚生労働大臣政務官に任命された。2013年の第23回参議院議員通常選挙では公明党代表の山口夏を上回る得票数トップで再選された。2014年9月参議院厚生労働委員長に就任。 2015年、第3次安倍第1次改造内閣で、環境大臣県内閣府特命担当大臣に任命され、初入閣した。2016年8月、内閣改造により、環境省、原子力防災担当省を退任し、第3次安倍第2次改造内閣では、東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当国務大臣に横滑りした。 2017年8月、退任。2019年、改選数が6に増えた参院選東京都選挙区で、トップで3期目の当選を果たした。2020年9月、菅義偉新総裁のもとで自由民主党候補、本部長に就任。2021年2月3日、東京オリンピックパラリンピック組織委員会会長の森吉郎が、 JOC の臨時表議委員会で女性を別紙する発言をした。国内外から批判を受けた森は2月12日に辞任。2月18日、橋本聖子は内閣府特命担当大臣兼国務大臣を辞職し、組織委員会会長に就任。同日、丸川がゴリームに再び就任した。同年4月9日、 丸川は男女とも堂さんが担当省として、田名村制御教授らと会い、放送関係者ら1094人が名前を連ねる、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める、共同声明を受け取った。丸川は、同年1月30日、国会議員有志の連名で、 党所属の都道府県議会議長宛てに選択的夫婦別姓の導入に賛同する意見書を採択しないよう求める文書を郵送しており制度導入に反対の立場であったが棚村らにこれまでにないほど自民党での議論も活発化していると述べた同年4月19日佐伯岳衆議院議員が衆議院決算行政監視委員会で組織委員会が企業に 業務委託する際の人件費に関する調査結果を報告。佐伯が組織委員会は95%も中抜きして人材派遣会社に委託している疑いがあると丸川に質問すると丸川は守秘義務で見せてもらえない資料があると述べ担当閣僚でさえ詳細を把握できていない実態が明らかになった。同年4月27日閣議後の記者会見で 東京オリンピックの医療体制について、医療の現場を預かるのは、東京都。こうしたい、ああしたいという声は何も届いてこない。東京都の考えが全く聞こえてこないので、非常に懸念していると述べ、東京都を批判した。同日、小池由里子と知事は、実務的には詰めている。よく聞いていただきたいと丸川に反論した。同年5月11日、閣議後に、 記者会見を開催。オリンピック開催の意義を問われ、このコロナ禍で分断された人々の間に絆を取り戻す大きな意義があると考えている。コロナ禍において東京大会は世界中の人が新たな光を見出すきっかけになると考えていると述べた。同日の東京の新型コロナウイルスの新規感染者数は925人と高止まりが続き、 大阪府の死亡者数は過去最多となる55人を記録。そのような状況下で、精神論に終始する丸川の回答に、戦時中と同じなどと批判の声が上がった。5月13日、丸川は参議院内閣委員会でオリンピックのコロナ対策として、選手や大会関係者に求められる行動管理や感染予防策の実効性を高めるため、 監視委員を置くことを明らかにした。5月14日、閣議後の記者会見で、監視委員は、組織委員会の職員の協力を仰ぐことを明らかにした。同年6月2日、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身、茂会長は、衆議院厚生労働委員会に出席し、オリンピック開催について、今の状況で普通はない。 こういう状況の中で一体何のためにやるのか目的が明らかになっていないと述べた。6月4日、丸川は閣議後の会見でおみの発言に反論。我々はスポーツの持つ力を信じてやってきた。別の地平から見てきた言葉をそのまま言ってもなかなか通じづらいというのが私の実感だと見解を述べた。同年6月21日。 五輪組織委員会の橋本聖子会長は、観客に対する会場での種類の販売や提供を、検討していることを明らかにした。翌6月22日、丸川は、閣議後の記者会見で、大会の性質上、ステークホルダーの存在があるので、組織委員会としては、そのことを念頭に検討すると思うが、大声を出さない、拍手だけで応援するという観戦スタイルがしっかり、 貫かれるような形で検討してほしいと述べた。会場内では一行主一社のスポンサー契約を結んでいる朝日ビールがビールなどを独占販売できることになっており、丸川は同社の権益に配慮した発言を行った。同日、東京新聞は朝日ビールに取材。同社は正式発表があったわけではないのでコメントする立場にないと答えた。同日、 五輪組織委員会は一転して会場での種類の販売を見送る方針を固めた。同年6月24日、宮内庁の西村康彦長官は定例記者会見で天皇陛下は現下の新型コロナウイルス感染症の感染状況を大変心配されている。国民に不安の声がある中で開催が感染拡大につながらないか。 懸念されていると拝察していると述べた。翌6月25日、丸川は閣議後の記者会見で、長官ご自身の考えを述べられたものと承知している、との見解を示した。同年6月26日、五輪組織委員会は、大会ボランティア約7万人全員について、ワクチン接種の見通しが立ったと発表した。1回目の接種は6月30日から7月3日に、 行い、2回目は7月31日から8月11日に行われるとされる。6月29日、丸川は閣議後に記者会見を開催。ボランティア7万人接種について記者から2回目の接種が大会開始までに間に合わないのではと問われると、そもそもワクチン接種を前提としないで大会準備を進めていると回答。さらに、 一回目の接種でまず一時的な免疫をつけていただきたいと述べた。6月20日に一回目のワクチン接種を受けていたにもかかわらず、28日に新型コロナ陽性が判明した、ぬかが福士郎衆議院議員などの例があることから、丸川の発言に対し、人命軽視、非科学的、一時的な免疫とはどういうことかなどの批判が殺到した。同日夕方、 内閣官房は一時的は一時的の意味だったという趣旨の説明を行った。厚生労働省のホームページにはモデルナ社のワクチンもファイザー社のワクチンも2回の接種が必要と明記されており1回目の接種で一時的免疫ができるなどという記述はどこにもない。また東北大学病院感染管理室の徳田孝一室長も そういう用語を私は聞いたことがないと発言。一時的免疫が丸川の造語であることが明らかとされるとともに、長崎大学感染症共同研究拠点の安田二郎教授から6月中旬から始めていれば、開幕までに2回打って免疫もできたはずだと批判の声が上がった。同年7月14日、組織委員会は、 オリンピック・パラリンピックの開会式と閉会式の式典コンセプトを発表。開会式の作曲担当者は、小山田圭吾、徳沢青源、原真理彦、影井正幸の4名とされた。翌7月15日に、各メディアで報じられると、ロッキン ON ジャパン1994年1月号と1995年7月1日発売の、クイックジャパン第3号における、 小山田のインタビュー内容がインターネット上で拡散される。小山田は小学生時代から多年にわたり、障害者の児童生徒に対していじめ、虐待、暴行を行ったと告白しており、批判が相次いだ。7月16日、丸川は閣議後の記者会見で人選がふさわしかったのかと質問を受けると、まだ報道を確認していないので、 報道を確認させていただきたいと答えた。17日から18日にかけて、オブザーバーや AP 通信など多くの海外メディアが、小山田の発言を詳細に報じ、19日、小山田は、官邸が主導する形で、辞任に追い込まれた。同年7月30日、首相官邸で午前10時に始まった閣議に5分ほど、遅刻した。閣議は7分遅れで始まった。 丸川は、閣議後の記者会見で、遅刻の理由を問われ、高速の入り口がオリンピック対応で封鎖され、途中、渋滞していた。さらにもう一箇所の入り口を目指したが、そこも封鎖されていて遅れたと説明した。首都高速道路は、東京五輪の開催に伴い、この日の午前、30箇所以上の首都高の入り口を閉鎖していた。同年8月10日の閣議後の記者会見で、 国際オリンピック委員会のトーマスバッハ会長が8月9日に東京、銀座を訪れたことについて、丸川は不要不急かどうかは本人が判断すべきだと述べた。東京都では7月12日から8月22日まで緊急事態宣言が発令されており、8月5日には 東京都で過去最多となる5042人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されており新型コロナウイルスの感染対策をまとめた規則集プレイブックでは選手や大会関係者が観光することを禁止していた状況下でのトーマスバッハ会長の銀座観光だった。同年8月16日政府東京都大会組織委員会 国際パラリンピック委員会の4者協議が行われ、パラリンピックは原則無観客での開催が決まった。丸川は協議後の記者会見でワクチンの接種率について問われた際、把握していないと回答した。2007年7月16日、期日前投票をするために新宿区役所を訪れたが、丸川は選挙人名簿に登録されておらず、同区における 選挙権を有していなかった。さらに、2004年にアメリカ合衆国から帰国して、以来、6回の国政、地方選挙で、全く投票に行っていなかった。さらに、住民税の未納疑惑も取り沙汰されたが、丸川事務所によれば、給与支払い者から特別徴収はされており、居住の実態があるため、住民税は、新宿区に納付されていた。 2013年2月25日付の日本経済新聞に掲載された人材派遣会社ヒューマントラストの広告に厚生労働大臣政務官在任中ながら登場した。その広告においてヒアートイ派遣の原則禁止は見直すべきと発言し3月15日の衆議院厚生労働委員会で見直しは省の見解と答弁したが 禁止規定自体が2012年10月に労働者、派遣事業の適正な運営の確保及び、派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律で施行されたばかりであり、厚労省内でも具体的な検討はなされていなかった。丸川のこれらの発言に対し、民主党議員が厚生労働省の公式見解か自民党も禁止に賛成したのにおかしいと追及し、 丸川も、個人的見解。議論をしてほしいというのが厚労省としての見解と、述べ、発言を事実上撤回した。3月28日の参議院厚生、労働委員会で、以後は、誤解を招くことのないようにしたい、派遣労働者に失礼に当たる点があると、認識していると陳謝した。この問題を受け、厚生労働委員会は、理事会で、丸川に答弁をさせない。 近親扱いを全会一致で決定した。6月25日、参議院厚生労働委員会民主、社民、みんな3党が提出した丸川政務官に対する問責決議が、日本共産党も加わった4党の賛成により、全会一致により可決された。環境省在任中の2016年2月7日、長野県松本市で行った講演において、 東京電力福島第一原発事故後に、当時の細野武史環境大臣の下で定められた、除染の長期目標について、半放射のお派というと変ですが、どれだけ下げても心配だという人は世の中にいる。そういう人たちが騒いだ中で、何の科学的根拠もなく時の環境省が決めたと発言した。この発言は、原発事故が発生した、 当時の内閣官房長官だった枝野幸男や福島四区選出の衆議院議員である小熊晋二南相馬市長の桜井松園らの批判を受け衆議院予算委員会で党の細野武氏から追及を受けた際は発言の撤回を拒否していたが2月12日に開いた緊急の記者会見で心からお詫び申し上げると述べ撤回した発言は撤回する一 一方で、福島の皆様の思いに応えることが大事だ。引き続き職責を果たして参りたいと述べ、閣僚辞任は否定した。なお、除染等の長期目標である、年間1ミリシーベルト以下の数値は、人工放射線による、一般人の年間追加被爆限度を1ミリシーベルト、年とした、国際放射線防護委員会の勧告に基づいて、定められたものである。 2015年7月13日放映の自民党のネット番組カフェスタに丸川は安倍首相と共に出演。丸川は忘れてならないといえばあの世界一周の旅行のピースボート。あのピースボートに乗っていたのは民主党の辻元清美議員でございますがあのピースボートは海賊が出る海域を通るときに確か 自衛隊に護衛してくれって頼んで、自衛隊に守ってもらったんですよねと発言。これを受けて、安倍も、海賊対処のための法案を出した時も、民主党は反対でした。しかし実際にいざ危なくなると、助けてくれと、こういうことなんだろうなと思いますねと述べた。辻本清美は、丸川の発言に対し、乗船もしていないし、指示もしていないと抗議。7月14日。 丸川は、辻元を訪ね、直接謝罪した。自民党の長谷博志広報本部長も7月15日までに、詫び状を提出。カフェスタの丸川、安倍出演の会は同日までに削除された。ありがとうございます。